皆さんこんばんは。経営コンサルタントの中野です。これは緊急放送です。これは緊急放送です。皆さん、その時がついにやってきました。中野研究会ではポールポジショングループというものを作り、24時間365日その時を見張ってきました。そしてついに借金生活を終結させる最後のチャンス、ついに15年に一度のドル円ガチホポールポジション、その瞬間がやってきました。75円までショートガチホをしてください。中野研究会に入っている人たちはもうすでに今から15分前に私の方から情報を取っていただき、すでに全力でショートを持っていただいております。これが XMMT4 です。垂れ込んでます。ゾウさんの鼻のように垂れ込んでます。これ一般紙ですね。もうドル円もダメでしたね。はい、ドル円がついに崩壊いたしました。ドル円がねついに崩壊し、15分足でですね75移動平均線を大きく割り込んでですね、私たち中野研究会はこの上の方でショートをぶち込みました。全力ですね。もう75円まで、1ドル75円までガチをして、複利で運用し、1人2億から3億円の利益を取ると、そのような計算を出しました。そして30分足でもね、75移動平均線をもう割り込もうとしております。これは本物のガチホ、本物のポールポジション、本物のポールマッカートニーに間違いありません。昨日ここのね、ダブルトップ、トリプルトップですね、1、2、3を抜けて、あ、上昇するのかと思いきや、この上昇がですね、ここのですね、私の中野研究会が最後の防衛ラインとしてたところから、わずか15ピプスですね、上に行ったところで、まあ、総崩れということで、中野研究会、まあ、ドンバッチリ、このね、15年に一度のですね、ドル円ポールポジションのタイミングを当てました。これでまたですね、中野研究会メンバー一人一人のね資産がまた数億円ずつ増えていくということでございます。皆様もですね、ぜひ中野研究会にお入りになっていただいてですね、老後2000万どころじゃないですね、老後2億3億と幸せな人生をつかもうではありませんか。お金に苦労するなんてバカバカしい。お金はね、使われるもんじゃないです。お金は使うもんなんですよ。ですから頭をね駆使してですね、一人の力じゃどうにもなりません。みんなで力を合わせてですね、その時を待とうではありませんか。はい、それではね、皆様もですね、今からもでも全然遅くないのです、ですね、ショートポジションを入れていただければと思います。それでは千葉県松戸市よりトム・クルーズがお伝えいたしました。週足でもね、ここが昨年から、これが1月3日のフラッシュクラッシュですね、これね。真ん中で一旦、人為的な力で崩れるんですが、そこから自然治癒力で回復して、一旦サイン・コサイン・カーブを完結したと。で、ここでまたサイン・コサイン・カーブ最後ね。今これ頂点でしたね。やっぱり頂点です。ここまで行くのかなと。上のペアントフラッグのね、上辺まで行くのかなと思ったら、やっぱりサイン、コサインとカーブとしてはちょっとおかしいよね、やっぱね。うん、やっぱりここら辺の、もうそろそろ頂点を狙わないと、この円周率がうまくね、円周がうまくはまらないので、ちょうどね、これが頂点だったと思います。それではね、皆様もですね、ぜひ幸せなね、人生を歩んでいただくためにですね、今回の15年に一度しかない、ショートガチホポールポジション75円まで一直線ですね。これね、こっから突き足ですから、ここら辺まで行きますからね、これね、ここら辺まで行ってですね、3800、3800、
3282ピプスですね。はい。だから、福利で行きますから2億円くらいですかね。普通の人でもね。頑張っていただければと思います。ちゃんとやれば3億円くらいになりますね。今までの経験ですけどね。はい。プルバックを忘れてはいけません。こういうところね、プルバックでね、みんな損切り、切っちゃうからね。だから、全然ダメなんですよね。一旦ここで、ショートポジション取ったら、やっぱりもうずっと持たないと。多少のプルバックでね、恐れてたら、億万長者になれないと。そういうことでございます。それなので、一人では、ビビっちゃうのでね、中野研究会というですね、LINE グループ、そして、動画グループでですね、みんなで力を寄り添いですね、励まし合いながらポジションを握っていくと。それがですね、チームワークで、やるのがやっぱり FX の醍醐味だと思いますね。一人だとやっぱり負けまくって悩んでしまうと。みんなでですね、話し合いながら、肩を寄せ合いながらですね、やればですね、やっぱり、最後までね、ポジション持っててよかったなと。何千万、何百万、何千万、何億になったなと。そのね、喜びを友達たちとね、分かち合って、何千万何億あれば、ヨーロッパでもニューヨークでも、どこでも行ってね、お食事会をすることができます。楽しい人生をね、皆様と分かち合いたいと思います。それでは、失礼いたします。